今回はまあ今更なんですが、この私の経歴と題しまして、これまでに出向したことのある塾予備校などを全部挙げてみました。現在も勤めているところは、まあ、ちゃんと公表もしてますので意外と知っていただいてるんじゃないかとは思いますが、それ以外のね、このいわゆる超若手時代からのものも含めて挙げております。どのあたりから説明すればよいんでしょうか。とりあえずこの辺からいきましょうか。はい、まあ参考程度になんですが、私は2003年に大学を出ました。そしてその後2004年5年と修士課程に進みまして、で2005年に修士課程を終わり、2006、7かな、で2008年途中ぐらいで、大学院を退学しました。ということで、この一番最初、京大セミナーという小さな塾から私はスタートしたんですが、この京大セミナーは自分が小学校の時に通っていた地元の塾です。北摂地域の人はもしかしたら知ってるかもしれませんが、京大ってつくとこれだけでなんか賢そうに見えますが、これは創業者の方が京大出身の方たちだったという、こういう意味合いです。確か現在は開成教育グループに吸収されてしまったんじゃないかと思いますので、今はありません。で、2004年5年の方はこれは個別指導なんですよ。まあたった2年間しかやってませんので、当時そうですね、小学生とか中学生、一部高校生を指導しておりました。言っても、もう2004年なんで、今考えると18年前でしょ。当時18歳だった高校生は、もう今30代の後半ぐらいになっているということですよね。もう時が経つのは早いです。で、2005年あたりから集団授業もやることになりました。校舎どこだったっけな？吹田校はなんか覚えてますね。あとはね、千里山。結構吹田系がメインだった気がします。あとは高槻とか、茨城も行っておりました。で、京都の方にも校舎があって、そっちにも行ったのかな、洛西口とかもなんか行ったような記憶があります。とはいえ、まあこれは関西圏の人しかわからないと思いますね。あとね、この京大セミナーね、集団で教えたんですが、小中学生の英国あたりをメインでやってて、日本史は確か週に1コマしかなかったと思います。で、その一コマ、しかも2005年なんて生徒数が確か2人ぐらいじゃなかったかなと。はい、全然もう日本史留学やらせてもらえませんでしたね。で、2006年の方が、まあ、10人ぐらい生徒がいたんですね。でまだこの頃なんか教え始めて間もないので、教科書もろくにちゃんと読んでいなかったと思います。はい、なんかの参考書を真似して、で、それをそのまま授業するなんていう、まあ、今から考えるとクソみたいな授業をやってたんですけど、まあ、それでもなんとかね、生徒の方が優秀だったんで、はい、それで形になっていたんじゃないかとは思います。で、その後2007年、この現在も言っている KEC というところが枚方にあるんですね。前任の先生が、ちょうどこう、辞められた後で、で、4校舎ぐらい空きがあるっていうことだったんで、でそこに僕は入りまして、4校舎分なんで、コマ数で言うと、日本史だけで10コマ近くはあったのかなと思います。で、一部中学社会も、この時にはやってましたね。で、ここでなんとか、まあ、自分のお給料で生活できるようになった、ギリギリ最低のボーダーラインだったと思います。で、現在のこの教え方につながるような基礎となる、教科書をベースとしたような教え方っていうのを、徐々にこう編み出していった時期で、で、だんだんこう自信が出てきたところなんですね。で、早速、翌2008年。これね、四ツ谷学院がちょうど関西に校舎を出し始めた時期で、梅田校は2006年からあるんですが、2008年に神戸校と、あとは難波校。この2校舎が出た時に募集がかかって、でそこで私がちょうど神戸校を担当することになったんですね。これね、KC と違って、この四ツ谷学院はやっぱりね、予備校なんですよ。で、この四ツ谷に行ってみると、まあ、今でこそこう大手予備校で活躍する中堅どころの先生が、まだ若手時代に来ていた感じです。
で中には同期でこう大手にちらほらかかるようなやつらが出てきてる感じですかね。もうそいつらのことを見てね、ちょっとやっぱ羨ましいって感じてましたね。ちょっと大手予備校に行きたいなって意識するようになったのが2008年からだと思います。でも、まあ、この業界、社会科、日本史科なんてなかなかこう大手に空きがないんですよ。こう応募してもね、もう筆記試験の段階で絶対に合格させてもらえないような難しい問題を出されて、そこでもう弾かれてしまうっていうような感じだったんですよね。でその時にですね、これ確かね2008年の夏休みだけだったと思うんですが、あの学内予備校って言って予備校の先生を学校に派遣するっていうのがあるというのを僕は知ったんですよ、初めて。でわーっといろいろ応募してて、でこれね、正直なところほとんど記憶ありません。で夏だけなんで、せめて1年教えたら記憶にあるんですが、あの確かこれぐらいの時期にやってたなみたいな感じですね。で私これね、この経歴上その学内予備校って3回経験してるんですよ。ただいずれもあまり長持ちしておりません、まあ、僕がもしかしたら高校と相性がもしよくないのかもしれませんが、桃山、これまあ皆さん知りません。堺にある女子校でリベルテっていう女子校があって、でこうあまり大学に進学するっていう子自体が稀なところなんですが、それでも大学行きたいっていう女の子が何人かいて、でその後あの補習授業のために行ってました。でまあ来てくれる子はすごい真面目な子で、あとねやっぱり女子校っていうのは女の子のメンタルですよね、これも僕たちに計り知れないぐらいこう上下がすごいんですよ。だからそういうのもこう非常にこう勉強にはなりまして、今にももちろんそれは生かされております。で最後この京都立花ね、まあ、この辺りはもうすんなり受かってから入っていたところなんですが、ここは一つネタがあるとすると、ちょうど10年前ですよ、このちょうど学内予備校を知ったあたりに関東の学内予備校の派遣会社に僕自分で履歴書を出して、でなんかその人の担当者が大阪の方に来てると、でホテルに泊まってるっていう情報を何かで僕は嗅ぎつけたんですよ。でもう夜授業終わってからそのホテルに僕ね行ったんですよ。会ったこともない人だったんですけど、でフロントまでその人呼び出して、でちょっと話しましょうって無理やり言って、どっか紹介してくださいってもう言いに行った。ただこの頃の僕の実績ってまだ四谷1年目でしょ、お前誰なんだみたいな感じで全然相手にもしてもらえなかったんですよね。でその時はもちろん仕事もくれなかったんですよ。でもね10年経って2018年、これその関東の会社がこの京都立花を紹介してるんですが、急に僕のスマホに電話があったんですよ。で誰やろうと思って撮ってみたらその人で、先生活躍は聞いてますよ、ぜひですねちょっと一つ紹介したいところがあって、お前10年後に来るかみたいな感じだったんですが、でもねやっぱりねちょっと嬉しかったですよね。で結局1年間やったんですが、その関東の派遣会社自体がその関西の予備校から撤退することに伴って結局1年しか持たなかったっていう、まあこれもちょっと僕の力ではどうしようもないことだったので仕方がないんですけれども、さあ話は戻りましょう。さあこの2009年以降、やはりこう関西圏の大手予備校に空きがないということで、私は九州の方に行くことになりました。北九州予備校です。7年間行ってたんですね。最初の1年目は確か博多駅校、そして山口校に行ったと思います。もう衝撃的だったのは、これ古き良き予備校の面影を残すところなんで、まあ、生徒は大変なんですが、講師からすると最初の授業、あの生徒数軽く100人超えてましたんで、で座りきれない、席がない生徒が教壇に座ってました。でこうメモを取ったり、後ろにこう立ってる生徒がいたりしました。すげえ、ちょっと緊張しましたね、さすがにね。で今の段階でそれ経験したいな今の経験値とか、あと授業の持っていき方でその100人クラスをやると、それはそれでね満足させる自信はあったんですけど、当時の力量ではね
まあそこまで満足させれなかったような気はします。とはいえ予備校側には評価をしていただいて、もうみるみるうちに九州中のもうかなりの校舎に行きました。小倉校も行ったし、長崎熊本も行きました。で、北九州予備校がちょうど沖縄に校舎を出すってなった時も、その1年目に関東関西の先生、期待の先生をみんな沖縄に集めますんでって電話いただいて、先生もぜひ行ってくださいと。で、沖縄校にも行って、まあ、ただ1年だけなんですが、面白いね、貴重な経験をさせていただきました。で、2009年にこれね、全教研って読むんですよ。これ九州の人はよく知ってると思います。九州が誇る2大有名塾が栄新館と全教研って言います。この北予備が授業自体が夕方で終わったんですね。で、夜ちょっと空きがあって、本当はダメなんです、言ったら九州でよそのとこ行かないでくれって言われてたわけなんですが、もうちょっと内緒でこれ行きました。全教研は最初は久留米校に行ったのかな。で、佐賀にも行ったし、あと福岡の柏市っていう校舎があって、まあ、そこに行きました。で、まあ一つちょっと僕が失敗してしまった、この経歴の中の失敗を挙げるならば、2011年、全教研って授業が2月3月ぐらいからスタートしてて、そこでもうすでに生徒、新しい新年度の生徒を担当してたんですね。で、4月に入って北予備のスケジュールが決まるんで、その時長崎行ってくれって言われて、で、どうしてもこう移動ができなかったんですよ。間に合わなかったんですよ、全教研で。しょうがなくって全教研の人に言ったら、そんな聞いてないとかって、いやいやいや、北予備も一緒に行ってるって最初言いましたやんとか、なんかそんなんでこう喧嘩になって、で、交通費自体はこう重なってるところは北予備側の交通費で行くみたいな、そういう契約だったんですよね。だから北予備側を変えるわけにはいかないとなって、で、4月の段階で辞めることになった。まあ、最初に受け持った生徒をこう途中で自分が担当を外れることになったっていうのは、本当はもう最低なんです、これは。でもこの経歴上、一回それをね、自分もやってしまっているっていうのが、まあ、失敗ですよね。まあ、そのあたりから、予備校と予備校を兼業させるときには、相当こう慎重にスケジュールを組むようにはなりました。こっちの方行きましょうか。これ2010年だけ増田塾行ってます。増田塾といえば関東をまず中心として、で、一時期はこう全国的に店舗を広げて、私立文系の早稲田とか慶応に行きたい生徒を集める、こういう塾だったんです。これがちょうど関西にやっと出始めたのが2010年で、で、私1年だけ日本史を担当しました。ここはね、シンプルに会社と合わなかった。生徒はすっごい良かったと思うし、1年だけだけど、ハマってたと思います。生徒はね、偏差値の高い高校に行ってて、でもちょっと受験失敗してしまった。で、浪人せなあかんっていう子、これまあ基本的に集めます。ただ今のね、武田塾の走りみたいなところがあって、とりあえず実習室に可能な限り詰め込むと。とりあえず実習させて成績は担保を取って、レベルの高い子を集めてるんで、実習させとけば成績は上がります。で、まあ先生、その間に授業してくださいって言うんですが、なんかその扱いがすごい存在だっていうふうに僕は思ってしまって、本当にこれは授業、僕の授業っていうものを必要としてくれてるんだろうかとか、あとなんかこう個人情報の管理みたいなものもなんか雑だったような気がして、そういうので結構トラブルがあってすぐ辞めちゃいました。でもまあその後ね、結構校舎を全国的にこう増やしていかれたので、まあその経営方針みたいなものは当時からすると斬新なやり方だったのかもしれませんけどね。今はちょっとね、縮小気味なんですかね、校舎をね。はい、そしてまあここですね、2011年から13年まで、これ ECC 予備校です。通称駿台や河合のファームと呼ばれてまして、今現在大手の駿台河合で活躍されている先生、特に中堅どころの先生は、その多くが ECC の経験者です。
で、ECC からこう寸大に移って、そこでこう活躍する先生が多い中で、こっちは ECC の空きがあったんで、そこでまあ僕が行くことになりました。ならこう、多くの寸大の先生、日本史の先生と特に知り合う機会が増えまして、で、来ないかというふうに言っていただいて、もう ECC って次の年にはもう寸大に出向してますので、ECC1 年目で、もうなんとか追っていきたいんですみたいなアピールをしてやっとたどり着いたみたいな感じですけどね。 ECC は高槻港、茨城港で千里中央、そして西宮北口港に行っていたと記憶しております。まあ兄弟セミナーの頃からスタートして、で寸大かかるのに8年かかってますので、まあそれはそれで結構ね、下積み時代は長かったんじゃないかって思います。ですが、夏季となるのはこれ2015年です。やっぱり大手にかかると、北九州予備校との関係が悪くなっていくんですよ。だんだん僕の北予備での扱いがこう冷遇されていくんですよ。で、忘れもしません。最後の2年間に関しては、九州の地に足を踏み入れることがなくなる。山口校1校だけになってしまって、でもなんかやってらんねえわってなって、ここをこうやめようと。決意したんですよね。じゃあね、この北予備、わりかしやっぱギャラが良かった。ここは最初の1年目でもいわゆる大台を突破するぐらいギャラくれるところなので、それがなくなってしまうとお給料で言ったらもう何十パーセントかのお給料が急になくなる感じです。 10% 減っても相当大変だって言われてるんで、そこで大変だったこの2016年っていうのは本当に生活できるかどうか、本当にやばかった時期ですね。で、慌てて就活をして、この現在もお世話になっている西宮北口の AP マスターズっていうところが仕事をくれた。あとは、この学内予備校の人が、このリベルテっていうところを紹介してくれたと。まあ、減った分を全部はカバーできなかったんですが、なんとかこの2つで少しは補填できた。ただめっちゃひもじい生活をした。1年だったんですね。で、まあ、なんとか2016年を乗り越え、で、2017年ぐらいから寸大の仕事がこうだいぶ増えてきたんですよね。で、こう盛り返していったような記憶があります。学内予備校で生活をちょっと補填しつつ、で、2020年代に入ると、まあ、こっから先はもう毎度おなじみなので、コロナ禍において、この、ただ予備で映像講師としてデビューし、これでまあ一気に知名度は上がりました。関東の先生にもまず自分の顔を知ってもらえるようになったし、関東系の仕事ももうめっちゃ増えましたね。今でもダイレクトメールで結構よくわからない仕事が来ます。こんなご時世にありがたい話ではあるんですがね。一方でちょっとこの寸大の方がこのコロナ禍の影響でですね、特に社会の授業の規模を縮小する、理系の社会の授業は映像授業になったりするっていうのもあって、そのあたりの不安もある、だから仕事をもう一つ増やしておきたいと思って、で2022年この教審に新たに出向するようになったんです。東進じゃないです。東進じゃなく教審の方なんで、東進はもうもしかしたらね、この先あるかもしれないですが、ここはですね、まあ、京都と滋賀を中心に店舗を展開してるんですが、とりあえず生徒数がめちゃくちゃ多いです。はい。だから、最後まで生き残る塾予備校じゃないかなって思ってます。ですので、しっかりと実績を残して信頼していただけるように頑張りたいと思います。まあ、簡単ではありますが、こんな感じで経歴を紹介してみました。結構僕も苦しい時期何回かあって、まあ、今予備校の先生されてる方で、まあ、結構しんどいなっていう時期を迎えてる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、なんとか頑張って乗り越えてください。で、また予備校にこう興味があってとか思われている方もいると思うんですよ。結構しんどいぞと。もう僕20年近くやってます。それでも安定した生活っていうのはほぼないです。まあ、その覚悟が必要かもしれませんね。ということで、長々とお付き合いいただいてありがとうございました。今回はこんなもんです。